ココリコ遠藤の変な形。次は、今日はですね、親父と息子のこの2人でファンタジーキッズリゾートという場所にちょっと行ってみようかなと思っております。じゃあちょっと早速行ってみましょう。はい、多分なかなかの珍道中になると思うんですけど、ファンタジーキッズリゾート、お、これなんだ？モグラだ、モグラ、モグラ、モグラ。大変だな。走り回ってます。走り回ってます。これマッサージチェアがあるね。100円で15分。そうこうしてるうちに。ちょっと俺が別のところ撮ってたら、その間にちょっとどっか いなくなった。捜索しない。怒った。親子の感動の再会をご覧ください。おしゃれやん、ほら。うわぁ、こんな部屋作りたい。あ、いいね。めっちゃいいな、これ。いて。俺が楽しいよ。めちゃ疲れる。めちゃでかいブロック発見。見た。
こういうのどこに売ってんやろね。見たことないですね。こういうの欲しいよね。普通に売ってないんかな。あ、こんな部屋欲しいな。めっちゃ楽しいやろな、こんな部屋あったら。なあ、こんな楽しいよな。理想ですね。ほんまに理想やな、こんな部屋。ズラレール。ズラレールも好き勝手ドバーンと広げてんねんで。こんな部屋めっちゃ欲しいやん。贅沢なあ。これも可愛いな。物しまがるでしょ。しっかりしてる。これいいな。親父の目線でいくと、遊ばしたとしまうこういうものはどこで売ってるのかみたいな、そういう目線も。早くない？もうやっぱプラレールなんかな。男の子ですね。サウナですか？サウナ？ここ。サウナに来たの？いやー、途中ちょっとマスクが取れて遊んでるところもありますけども、すいません。基本はマスクしてますんで。楽しい、ほんと楽しい。あれ、どこ行った？また行った。振られればいいな。サラサラ砂場、チビちゃんとかバランス力も上がるし、あと砂がこれ本当に本当に細かくてしっかりしてるから、これ足腰も強くなるよね。そうですね。足腰強いですね。うちの子だけやねんけど、こんな汗だらったらかいてんの。みんななんかこうそんなに汗かいてないけど、うちの子一人だけ一人サウナ、一人でサウナ入ってるんだ。パパの方が楽しかったかも。よし。よし。どうだった？楽しかった？なんでだろうね。なんかあの君サウナから上がってきた人みたいになってるけど。よし、楽しかったね。あっち行ったね。また来ようね。はい。じゃあそういうわけで。あっ。危ないよ。バタバタしましたけども、バタバタしてますけど、いつも本当にお母さん方ご苦労さんでございます。親父一人では1時間が限界でした。それではまた、さよなら。行くよ。チャンネル登録よろしくお願いします。